キンプリ二人体制で初のパフォーマンス披露、高橋山、緊張気味、長瀬角、ワクワク。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・プンスが5日、TBS、C、D、DV、ライブ、ライブ。 に生出演し長瀬連二十24と高橋海人24の二人体制で初のパフォーマンスを披露した。先月22日に平野市二26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退。デビュー5周年となる翌23日に SNS 上の生配信で新体制をスタートさせたが、テレビで歌唱するのは初めて。 高橋は、ちょっと緊張気味ではあります。長瀬は、ワクワクしています。の心境。高橋は、曲を、大切に作ってきたので、披露できて、嬉しい日。とにかく楽しんでもらいたい、と、メッセージを語った。21日に発売するシングル、何者、とカップリング曲、名もなきエキストラ、お披露。歌い出しでは、牛タッチをし、曲中でも、 肩を組んだり、アイコンタクトを取ったりしながら笑顔を見せた。キンプリ二人体制初テレビ出演、長瀬角、二人らしく楽しんで、高橋山、今日が嬉しい日でも、キング・アンピスの長瀬連、24、高橋海人、24、ガイツカ、TBSK、C、D、DV、ライブ、ライブ、に生出演した。 先月22日をもって平野市二26、岸優太27、神宮寺優太25がグループから脱退し、二人体制となって初めてのテレビ出演となった。心境を聞かれた長瀬は、すごい楽しみです。僕ら二人らしく、僕ら自身も楽しんでパフォーマンスできたらと思います。と意気込み、高橋もうなずいて笑顔を見せた。長瀬は、 心を込めていい曲や、って自信を持って言えるので、見てくださった方々の背中を少しでも押せれば、と伝え、高橋も金プリチーム一丸となって大切に作ってきた曲なので、今日が嬉しい日でもありますし、皆さんにとにかく楽しんでいただければ、とアピールした。二人体制初シングル、何者、21日発売。 収録曲、名もなきエキストラをパフォーマンス。ラストは長瀬が、ありがとう。と叫び、ピース。高橋も、ありがとうございました。と笑顔で手を振った。デビュー5周年を迎えた先月23日、シングルリリースと初のファンミーティング、キングドッスと打ち合わせの開催などを発表。二人組として再スタートを切っていた。